海レックスラジオ。イエーイ、ポンポンポン、イエーイ。皆さんこんにちは、 BC スウェルワイルドビフト部門所属のビビロイヤルことフミヤチョドレックスです。おう、ビビロイヤルチャンネルにてレックスと共にお送りしていきます。フミレックスラジオ、ワイドリフトやロールのホットな話題について僕たちの今がわかるラジオ番組となっております。はい、ゆるーくレックスとお届けしていきますので一緒に楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。お便りや感想はハッシュタグ海レックスラジオにてツイートお願いします。お願いします。では最初のコーナーから、リフトニュース。ワイドリフトパッチ 3.3 プレビューが公開されました。はい、パッチ 3.3 についてちょっと詳しく触れていきたいと思います。はい、お願いします。はい、パッチ 3.3 では、はい、シャイニングフライトが公開されました、発表されましたと。はい、ああいうことで、まあ、新チャンピオンに、うんうん、カサディン、わお、サメラ、あお、あサイワン、ね、おえよ、の3体がね追加されますと。はい、いうことで、やっぱ最近ね、やっぱ自分たちもこうロール、うんうんうん、を始めましたんで、もうこの3体に関してはちょっと僕も、はい、解説動画ちょっと出しちゃうなんて、おういう感じで企画しております。そちらの動画もぜひぜひ今後チェックしてみてください。気になりません、お願いします。おい、はい、ということと、あとはエレメンタルリフトが実装されましたと。はい、いうことで、うんうんうん、まあまあまあ、これまあいつものことですかね。まあまあ、エレメンタルリフトについてちょっとね簡単に触れますと、はい、複数をこうドラゴンをねキルすることでこうエレメンタルバフの力が倍になると、うんうんうん、でなんか4体本家ではね4体キルするとドラゴンソウルが、まあ、手に入るんですけど、うんうん、まあまあまあね、ワイリフだとね何体かみたいなとこですよね。そうですね、何体でバフが手に入るのかと、そうそうそう、2体になったりね3体になったりっていろいろねこう、うんうん、ね、あのベータ版でやってたけどっていうところで、そうですね、まあこれもまだ実際にランクに実装する前にこのエレメンタルリフトっていうモードでね、うん、何体がいいのかとか今調整段階であるってことで、そう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 、今後ねこう、うん、ワイリフもねロールみたいにエレメンタルリフト制になるかもっていうやつのね、うんうん、まあやつですよいつも、はいはい、でまあ後半、まあ、エルダーが出ますけど、まあねロールの方のね、うん、まあ、ソウルは置いといてもうねエルダーバカパも魔法みたいに強い。そうね、 HP20% だっけぐらいの、そうだね、そんくらいになるともう一撃で消し飛んじゃうっていうね、うん、ドラゴンドーン行くからあとなんか今回はなんか動画で名前が出てなかったんですけど、なんかクラウドドラゴンがいなくなっちゃったかなみたいな、うん、あれれ、うん、いなくなっちゃう感じですかね、うん、まああとねこうドラゴンによってこう地形が変わったりするのとか、そうだ ね、うんうん、壁が消えたりブッシュが増えたりみたいなのもありますっていうエレメンタルリフトのお話でした。はいはい、続きましてチャンピオンアップデート、おい、はい、でチャンピオンアップデートを行う予告がありましたと。はい、まあ、具体的なチャンピオンとかは出てなかったんですけど、まあ、うんうん、石と同様の仕様のアップデートかというところで、ああ、とかアーリとか、うんうん、エイモとか、うんうん、ウーコンとかもあるかもって感じでしたね。なるほど、まあ、ちょっと動画に映ってるかもしれないよみたいな、うん、情報があったみたいですね。あだっす、あだっす。あとウルトのクールダウンの修正ですかこれ。そうみたいですねこれ。ああ、ガリオ、アムム、ラムスなどが、はい、長くなるんじゃないかと、いうところで、あとゲーム内でねこう全てのウルトを見直し、うんうん、全チャンピオンのスキルヘイスを調整するっていう噂もありますよ。そうだね、まあウルトね圧倒的にこのキャラが強いよねっていうのはね、うん、結構極端なところはあるからね、うん、まあ、結構いいんじゃないかなと思いますね。これはアザス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 、はい、でこの、まあ、デカめの調整、うんうん、であとブーツのエンチャートですよ。お、はい、なんかいろいろとこう変わるみたいで、はい、なんかこう発動効果の変更が売却しなくても行えるようにみたいな、なんかだからその、うん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 、ドーニャニから変えたいみたいなのが、うんうんうん、そう、なんか売らなくてもいけんじゃねえみたいなやつで、
じゃあテレポートエンチャント買って、そう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 そあざすあざす、 あざす。なんかあとね、まあ、ちょっと変えるにもクールダウンはちょっとあれみたいな感じでしたね。うんうんうん、なるほど。っていうのと、はい、新エンチャントが追加ですよ。新エンチャント、リアリーリアリー、いやいやいや、そして変更も入りますと。おう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 、はい。でなんかリパルサーエンチャント、リパルサー、はいはい、っていうのと、はい、マグネトロンエンチャント。マグネトロンかっこいいね。なんかなんかね、もうあの映画、うんうんうん、映画よ。確かにそういう映画なかったっけ、そんな映画あったっけ。うーん、メガトロンみたいな。そう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 、あれか、お魚さんの名前か。あー、メガロトロンみたいなね、あのシャークの。そうそうそう、うん、でなんかリパルサエンちゃんとは、うん、なんか自身の周りの小範囲の敵をノックバックすることができるみたいな。あー、うん、もしかしたら安尾のウルトラ忘れるんじゃないかっていうね。そうそうそう、安尾がだからもう EQ で入ってスタック溜まってなくてもそのままね、うん、リパルサエンチャントから自分のウルトにつなげたりみたいなのもできるかなっていう。へえー、面白いね、うん、でアリスタとかもね相性いいだろうし、ノックアップ延長みたいな。そうだね、うんうんうん、うん、でしかも次に出るサミラちゃん、はサミラちゃんって味方のノックアップ 0.5 秒延長しちゃうタイプの人間なのよ。わお、もうさ、だからもうめちゃくちゃ相性いいんじゃないかというところがありますと。もしかして牛解禁ですか。牛解禁のまさか2027年5月27日が短くなるのかというところもこれも期待ですと。 ありがとうございます。ありがとうございます。で、あと、うん、マグネトロンエンチャント、はい、マグネトロンエンチャントが、うん、ちょっとどの程度かは分かんないんだけど、なんか発動すると仲間に向かってダッシュして、うんうんうん、近くの敵をこうサウンドするみたいな感じの能力らしいんですよね。なんかこれまた CC ってことだね、スタンとか、うん、そうね、結構こうね使いね、あのそれこそレオナとかで、ね、持つとめっちゃ強いんじゃないかなっていう。確かに、うん、まあ、あれですかね、なんか効果としてはチェンの先駆けみたいな感じですかね。うん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 、うん、かなというところですと。で、あと調整が入ったのがありまして、はい、あのサッシュがアップデートされますと。ほう、強くなりますと。あとガーゴーストも強くなると、うん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 、っていうのと、あとシャドウエンチャントがなくなります。あららら、明かりが、そう、明かり強くなるよ ね見えなくなっちゃうもんね、うん、煙幕感が隠れちゃう。アップデート内容がねちょっとよく分かんない部分もあったんだよ。なんか殺虫は、うん、その先に押しときゃ CC 食らわなくなるみたいな感じかな。なんか CC 無効の時間が何秒間かもらえるみたいな感じだったよね、うん、CC 食らってから発動すると、そうそうそう、今では解除だったんだけど、そう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 っていうのでちょっと変わってくるかもなっていうところですね、うんうん、まあ、この辺とかはねこうちゃんと実装されたら、まあ、見ていこうかなと思ってますので、ぜひぜひ次の動画とかね、はい、アップデート後の動画を皆さんお楽しみにしてください。はい、ぜひチェックお願いいたします。はい、っていうのと、あとはランク戦に、うん、泥専用ランクというものが解放されます。本当に、うん、まあまあ、なんかダイヤモンド以上かな、うんうんうん、にあるんだけど、なんかティアがある、なんか別のがあるみたいな。おお、レジェンドティアっていう、レジェンドティア、もうなんかチャレンジャーみたいなもんかな。へえー、そう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 、まあここもね、うん、まだなんかすぐシーズン変わってすぐじゃなくてちょっとしたら解放予定ってなってるらしいんで、うんうん、っていうのと、あと常設ではないっていうこともあるので。ああ、そうなんだね、期間限定なんだ、うん、まあそう、イベントみたいな感じになるかもしれないけど、まあ、ここもねちょっとねおもろそうなんで、うん、ぜひ、ね、こうやってみようかなと。そうだね、トロの時とかねやるのありかなと思ってます。うんうんうん、うん、でなんかランクミッションとかなんかいろいろあるのかな、なんか振り分け戦とかもないしみたいな。うーん、なるほど、なんかそれこそか本当に、うん、なんか本当に新しいランク戦って感じなのかな。そう、なんか新ボードみたいな感じだね、なんかもう新しい、うん、全く別物のね、アラームじゃないけどアラーム的な感じで追加されるっていう感じですかね、うん、URF みたいなこういうのですね。はい、ありがとうございます、はい、でなんかいろいろスキンも追加されますよというところでね、ここめっちゃいいスキンいっぱいあったんですよね、マジで。そうだね、うん、なんかまあそのシンクのエイオトっていうやつとかフィオラとか、うんうん、あとスターガーディアン系、いやあれはもう本当に待ってました。熱いよね、熱いね、スターがアーリー、ザヤ、ラカンだったかな、うんうんうん、
かがね追加されるんですよ。ミスホもいたかな、うんうん、ミスホもいたかな、うん、確かオリアナもいるわ。そうだね、あとセナセラフィン、あセナも、うん、うわすごいね。あとプールパーティージグスも来ます。レックスカーバス、あー楽しみです。であとリーシンに神の拳リーシンが追加される。あ神の拳になっちゃうんだもう。そう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 、確かロール、うん、の大会とかでめっちゃ使用されるやつ。いっちゃんかっこいいやつやん。いやかっこいいのよ。うん、ね、他にもね、まあ、ちょっと触れてないけど、うんうん、ダイアナだったり真珠だったりね、ダーバンとかも出るみたいなんで、うんうん、よかったらね本家の動画とかも皆さんチェックしてみてください。おーい、はいお願いします。お願いします。あなんかねちょっと気になるのね、サイオプスみたいなんで、マッサイとかケイとかサミーラゼドなんかも追加されるらしいんでね。この辺も皆さんチェックしてみてください。えい、という形で盛りだくさんになっております。パッチ 3.3 ではブランクでねちょっと一番上のティア行っちゃおうかなと。じゃあ僕もやってみようかな。はい、うん、落とす落とす、なるほど、ちょっとね頑張っていこうかなと思ってます。はい、ということでですね、次はこのコーナーでございます。忘れられていたバトゲーム実行全然。このコーナーでは BCS カスタムにてありましたね、チャンピオンのモノマネ10連発を僕とフミヤッチョで前編2連発3連発にてお届けしようということでやることになりましたね。はあ、いやもうむずいて、うん、チャンピオンのモノマネレックスくんはいいよ、そりゃジグスとかあるし、いや なしだよ今回は。ジグス、ベイガー、ハイマーディンガーはなしよ今回。なしでいく感じね。あだから俺も同じよ、やっちさんと。あまあまあ、でもなんかそのはじ、なんかそのね、うん、ねえ、もうちょっと今までやってきてないからな俺。できるかな。いけるよ頑張ろう。いやなんかね今後もね罰ゲームとかね、まあ、レックスくんもね最初だとね激辛ペヤングとかもやったんで、その動画もねみんなチェックしてみてもらいつつね、はい、あと結構今回のこの罰ゲーム10連発も、うん、モノマネ10連発も視聴者さんから、はい、意見を採用した結果となっておりますので、そうですね、はい、皆さんもねBCS カスタム見てくださってね、罰ゲームこんなのやってもらいたいとかあったらね、実現可能な範囲でね、はい、コメントしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあまず2連発か。はい、僕はねちょっとまずはゼドとガリをやろうかなと思ってます。お願いします。じゃあ僕はティーモとガレンをやりたいと思います。いいっす、交互にね。はい、やっていきますか。お願いします。俺がまずゼドやって、レックスくんがティーモやって、ガリをやってガレンね。はい、じゃあいきまーす。はい、お願いします。はい、じゃあゼドいきまーす。はい、見えぬ刃が命取りとなろう。かっこいいじゃん、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。そうだそうだそうだ。じゃあこんなかっこいいやつの後であれだけど、じゃあティーモいきます。ティーモ対デル。かわいいな。はい、ありがとうございます。メンタルが、心が恥ずかしい。心が、じゃあ次ちょっと勢い狩りをいきます。はい、もう悪くないね、ライメルだな。絶対真似る気ないやん。お真似する気ないやつね。なんか全然ふにゃふにゃな感じの狩りをやったな今。もう一回どうやったっけな、本気やったらな、ちょっともうふざけすぎてさ、うん、もうガリオの声覚えてない。歩くだけで雷鳴のような音がする。あるあるやん。あざすあざす。はい、ということでじゃあ私はガレンのお名前をしたいと思います。はい、いきます。我が剣と忠誠はデマーシアのために。もういいね、いいじゃん。はい、デマーシアっぽかったよ今、めっちゃでしょ。俺もうね、デマーシアの一国民としてね今いや、いや見えた見えた、ガレンのレックスくん側のコスプレしてんのが見えたでしょ。俺実際に今剣持ってたから、俺大きい剣持ってた、うん、やるやんけ。俺のあガリを返せよお前。まあこんな感じで後半もやっていきますので、これもうメンタルポイント MP メンタルポイントどんどん減ってってるってこれ。あ MP ってメンタルポイントの略だったんだ。あれメンタルポイントの略ですよあれ。やばいやん、もうゼロよ。あと3個も残ってんのか。まあ次の声でいきますか。はい、
じゃあ次のコーナー、じゃあフミレックストピックス、イエーイ、よしね、これね、皆さん聞いたことないこのフミレックストピックスというところではですね、はい、このコーナーでは僕たちや BCS メンバー、はい、リスナーさんの面白いエピソードなんかを募集してですね、共感してほしいエピソードを紹介します。お願いします。皆様のエピソードもでどしどしと募集中ですので、はい、ぜひフミレックスラジオでねツイートしてください。おい、見てますよ。うん、あとね、配信中でね取り上げてほしいとかもあったらね、配信に来てくださいというところで、はい、まあ、今回はね、まあ、初回ということでね、まあ、自分たちのねこう話をさせてもらおうかなというところで、まあ、やっぱりこうね、僕たちね、もういろんなところで触れてると思いますけど、はい、やっぱ今もうサウナにハマってます。ハマっちゃってます。めちゃくちゃハマってて、ね、本当隔週レベルでね、オルトレックス君は一緒にサウナに行ってますと、はい、行ってますね。そういうところでこのサウナのね良さをねこうみんなに広めていこうかなと、うんうん、でゆくゆくはこうサウナオフ、そうね、してみたい、ね、サウナ、そう、サウナオフだったらやっぱもうこのサウナさんにね、スポンサーにね、うん、なんてね、いやー、なってほしい。あーというところで BCS のサウナキャップだったりとか、はい、あー、サウナハットだったり、そうね、こう発売していきたいななんていう夢も持ってますと、はい、ところで初回なんでやっぱこうサウナについてね軽く、うん、触れていきますと、はい、お願いします。もうね、サウナって本当に結構場所も大事なんですよね。そうですね。こうなんだろうね、やっぱこうちゃんとこう整うとはっていうところまずあると思うんだけど、うんうん、まあ、整うためにはやっぱステップっていうのもありますし、うん、その整うこの店によって整い方がねちょっとね変わってきてっちゃってるんですよ。そうだね。うん、ね、こうサウナの温度だったり。うんうん、外気浴の場所だったり水風呂の冷たさとかね、そうだね、そう、いろんな要点があるんですけども、うんうん、僕たちのおすすめは、はい、埼玉の草加健康センターと、はい、池袋のカルマルになります。あー、もうよく行くよね、2つとも。いや、行くね、もうめちゃくちゃいいのよここ。特に、まあ、僕はねどっちかといったら、うん、まあ、どっちもね選びがたいんだけど、どっちかというとやっぱり草加健康センターかなーと思ってます。なんかね、もう、はい、もう短い間でこうシュッと整うというか、そう、あそこはね、もうサウナがなんといっても高温、うん、高温も高温ね、いや、もう高温ね、温ね、うん、いや本当ね、なんかみんなそのこのサウナ入って、うん、出る、まあ、熱ってなるじゃん、うんうんうん、出る時にもう歩いてる時のもうそのクタタタタタタタいやばい、死ぬ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 、言いながら出る人もいっぱいいるぐらいその熱いのよ、うん、っていうのもその草加健康センターのサウナにはね、うん、もうヒーターとあと普通にその石の温めるやつ、うんうんうん、その2パターンあって、そうだね、うん、入り口側がそのヒーターで奥側がその石になってて、うんうん、両方の熱をこうもらえるんだよね。そうだね。そうすることによってこう湿度だったり温度のねこうあれが取れるんじゃないかなと私は睨んでおりますと。はい。いうところで、まあね、あそこは3段あるんだけど椅子がトントントンと。ありますね。3段目はもう無理です。もう熱風も熱風です、もう本当に。熱風も熱風よ。はい。マジもう5分入っとれんのちゃうかなって感じじゃない、上だと。そうだね。うん、でしかもね、あれもあるし、ね、ロウリュも。そうだね、ロウリュもあるね。めちゃくちゃいいです、おすすめですというところで、まあでも、うん、僕のおすすめはカルマルになる。あ、カルマルですか。まあカルマルはね、なんといっても水風呂の温度がえぐえぐい、えぐいのなんのというところで、はい、こうさ、水風呂ってまあ大抵こうは15とか6とか、うんうん、ちょっとね、こう高いところだと16から18ぐらいかなと、で低いところだと15度以下かなってところなんですけど、うん、カルマルにはなんと水風呂が3つあります。そう、でこれ3種3用で楽しめるっていうのがまずいいポイントで、うんうん、1個は21度とか結構高めの、うん、うん、こうだからサウナ初心者さんとかでも入りやすい温度かなと。そうだね、うん、うん、なんだけど2個目が15度。15度、うん、そうで、しかも結構ね、1人用なんだけど、そこの水風呂は、そうだね、はい、120センチかな多分朝。そうだね、そう、いわゆるちょっと珍しいタイプの水風呂で、うん、でもう一個ですよ。もうそれよね、もう本当に。もう、それでは、カルマルの温度について、
発表させていただきます。水風呂のお願いします。8度です。うわー8度ー、ありがとうございます。ありがとうございます。8度です。しかも、うん、もうえげつない水流がなんの、もうトルネード、そうサンダートルネードっていう、うん、確か名前かな。そうね、水風呂の名前がね、水風呂なんだけど、うん、もう水流がもう流されんじゃねえかぐらいすごいの。うん、で水風呂のこの温度、体感温度の問題だと思うんだけど、うんうん、この実際の温度プラスその気泡みたいなコポコポみたいなやつとか、その水流でもっと冷たく感じるんですよね、これ水風呂って、うんうんうん、でそれが8度でもう流される水流なんで、うん、もうとんでもとんでもとんでもよ、やばいね。なんであのトルネードかっていうと、あの4方向から水流が出てるから、それが渦になってもう流れもぐるんぐるんしとるから、そう、もう体感温度めちゃめちゃ冷たくて、もうあそこ30秒ギリギリ入っとれるか、いや無理、30秒無理だね、5秒無理か、 5秒やな、うん、おすすめは5秒入った後に15度の水風呂に入るのがおすすめです。2段階右折みたいなね、2段階右折おすすめです。まあ、あとねサウナも全部で4種類あるんで、はい、結構こういろんな、みんななんか多種多様な楽しみ方ができるかなと、うんうん、いうところで、まあ、少し値段もありますけれども、まあ、あのカプセルホテルも併設しておりますので、はい、そっちに泊まる感じで入れば割と安いかなというところで、はい、おすすめさせていただきました。はい、うん、まあ、じゃあここらでウミレックストピックスの方は終わりさせていただきますかね、はい、すごいちょっとすごいたくさん喋っちゃいましたね、ちょっと熱くなっちゃった、サウナ愛が、はい、サウナ愛が、うん、最近もうサウナハットも買って準備万端ですというところで、やりますね、はい、はい、で次はちょっと少し告知をさせてください。はい、はい、7月14日木曜日22時から、LDG 様と公開スクリームがあります。はい、ありがとうございます、うん、でこうビビロイヤルチャンネルにて BCS のボイスチャットを全て公開します。はい、はい、しかも今回はライブ配信となっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。はい、あともう一つ、1月16日土曜日17時から BCS カップがあります。イエーイ、ありがとうございます。はい、はい、なんと実況は私レックス、レックス、解説は私ビビロイヤルです。はい、わーということでね、このね、はい、まだまだあのエントリーはね受付中でして、はい、このねこうちょっとねもうちょっとエントリーしてくれたらなと思ってるので、そうですね、ぜひぜひ皆さんこう5人、うん、うん、集めてエントリーしてみてください。はい、そしてですね、なんとあの BGS カップはですね、うん、あの通常がね、エントリーのされるチームが多ければ多くなるほど、うん、景品が豪華になりますので、ぜひぜひ皆さん、お友達を誘って、ぜひ参加してみてください、うん、もう逆にね、僕らの配信に来てもう BGS カスタム出るメンバー探しちゃうみたいなのもありですから、うん、ぜひぜひ僕たち配信も使ってください。はい、DC もせんかって、はい、もうサポートいませんかっつって、あ、じゃあ僕行きます、おい、じゃあ私ベンチ行きますみたいな人と思うんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで次のコーナーに参りましょうか、うん、忘れられていた罰ゲーム実行後編ということで、はい、先ほどに続き、モノマネをそれぞれ3連発ずつですね、はい、やっていきたいと思います。はい、大丈夫ですか。いや来たよね後編ね、もうちょっと MP 回復しないんだよな俺。あーでもポイントが、まあマイナスになっちゃうけど、まあなんとかいけるんじゃない、いけるかな、頑張ろう、はい、頑張りますか。はい、それで、ね、私はキヤスオと、はい、リーシンとガリオやります。んガリオブラウン、キヤスオとリーシンと、はいはい、あブラウン、ブラウン、ブラウンで、あー、オッケーオッケー、そう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 、で僕は、オレリオンソルとアリスタとユーニやっちゃおうかな。お、いいね、うん、あー、いやもうか、もう来ちゃうか俺の番、あー来ちゃったよ。じゃあ今回は今後交互でいきますか。はい、お願いします。はい、じゃあ安尾から行かせていただきます。はい、お願いします。我らがつくつく落ち着かぬ男よ。うわ、もう懐に剣、剣構えてるし、もうイケボやん。ハサキ、ハサキ、ありがとうございます。じゃあ私の方からあのしっぽりとオレリオンソル行かせていただきます。よろしくお願いいたします。当然だな。ありがとうございます。そんなこと言うんや。うん、言うやな。いや、いいやん。いや、よかった。
めちゃめちゃ良かったよ。ああ、良かった良かった。続きましてリーシン。はい、お願いします。いきます。はい。うわあ、うわあ、うわあ、レクうわ。そんな苦しそうなレックあるかよ。いや、言う言う言うよ。言うのよ。こんだけ苦しんでんのよ確か。あら、リーシンは？僕たちあのこのモノマネにね、うん、だってあの、まあ、まずキャラクターを決めてこう、はい、ボイスを聞きに行ってますから。そうですね。そうです、あのだいたいこんな感じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あの私次はアリスターをやらせていただきます。はい、いきます。絞っても父は出んぞ。あざさあざさあざさあざす、はい、あざす。アリスタやな。アリスタです。アリスタの声でもあんまり聞いたことなかった。うん、アリスタねちょっと難しいね。僕の声じゃ難しいです正直。いや結構低めなんだ。低いね。うん、皆さんもねこう気になったら、はい、よかったらあの、ね、こう YouTube とかでも検索したら出てきますから、うんうん、確かに。はい、じゃあ私ブラウム、はい、いきます。はい。そんなことよりあったかいミルクでもどうかね、マスオくん。いや今マスオさんの声でマスオくんっていうのおかしいでしょ。あー、ナゴさんやったさらにブラウム、そんなそんな声じゃないよな。検索したらこんな、あれマスオさんに似てんだなと思ってマスオで行こうと思ってやりました。癖が強すぎるんよ。いやもう心痛いってこれ。自分でダメージ大きくしてない。いやきついきつい。みんなほんのでよかったら高評価よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、あの私はユーミをやらせていただこうと思います。はい、噛みついちゃうぞ。やっちちゃうんかい。え、誰、ちょっと待って、ちょユーミだけあれやってくんね、俺が好きなやつ。あ、いいよ、俺が好きなやつやってくんね、お願いお願い。よし、行きます。オッケー。噛みついちゃうぞ。あ、じゃあじゃあユーとミーならかと思った。あー、そっち。あ、じゃあそれ、うん、それもいきます。それもそれも、ユーとミーなら。しゃがれてんな。しゃがれユーミーやな、俺それ言っちゃう好きや。そうなんや、好評なんや、やっちょさん。いや俺の中で一番好きなレックスクのモノマネで。なんか嬉しい。いやーもうほんと疲れた、もう MB ゼロ。あー、サウナ行かんと。行こう、整いに行こう。サウナ行こう。うん、はい、じゃあね、はい、この辺りでモノマネ実行編、罰ゲーム実行編終わりたいと思います。はいはい、ということで皆さん、このミレックスラジオお楽しみいただけましたでしょうか。はい、はい、この企画が好評だったらですね、うん、今後もフミレックスラジオ続けていただこういこうと思いますので、はい、高評価、チャンネル登録、そしてうん、ミレックスラジオで感想や次回のお便りをお待ちしております。そうですね、ツイッターでシャープハッシュタグフミレックスラジオでお願いいたします。このねフミレックスラジオが、うん、どんどん大きくなっていけば、はい、オールナイトニッポンへのつながるかなと。おお、楽しみですね。はい、あのね、うん、まあリアルな話、うん、割と YouTube というのはですね、はい、大体どのぐらい見てもらって、うん、どのぐらいチャンネル登録してもらえて、はい、チャンネルの高評価の、ね、バリアだったりとか、はい、いろんなものがアナリティクスで見れます。ぶっちゃけた話ですよ。はい、はい、このねフミレックスラジオね、本当に全然ダメだったらなくなりますので、皆さん、はい、皆さんのお力が必要となっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、友達にも紹介してください。はい、お願いいたします。はい、でこのフミレックスラジオでの、まあ、ハッシュタグフミレックスラジオでこうお便りとかね、うん、いただける場合は、あの僕らへの質問だったりとか、うんうん、本当に、うん、紹介してほしいトピックスだったり、やってほしいことなどなんだよ、本当何でもありですので、はい、本当に皆さん気軽な感じでツイートしていただけたらなと思っております。はいはい、それでは次回お会いしましょう。バイバーイ。